米が 200g に、みすじだったかな、もう野菜を入れるだけでもうかさ増しになってもうめちゃくちゃ量が多く見える。まあ牛もね、赤身肉とかだったら脂身の少ないところだったら全然ね、ダイエット中でも食べれるので。うん、めえ。さっきね、朝ごはん食べてこれから買い物に行きます。で、まだゴールデンウィークで、とりあえず買いたいものが、必ず靴は買いたい、それと白 T ですね。もう夏が始まるので、とりあえず白 T 一着はもう欲しいということで、まあ白 T 何個かあるんですけど、まあまた追加で一着欲しいという感じです。いろいろショッピングモール今日はね、一人で回っていくんですけど、それでいい感じのものがあれば、まあちょこちょこ買っていく感じです。で、なければ買わないという感じです。今宜野湾のローソンに来ました。完食ですね。いつものぜんざいと、ぜんざいだけ買おうと思ったら追加でね、なんか買ってしまうんですよ。それでお金を使ってしまうんですよね。で、カフェラテ、コーラゼロと、こちら一本バー、満足バーですね。チョコレート食べたいけど脂質が多いから、こういったね、脂質の控えたチョコレートをね、食べるようにしてほしいなと思います。ダイエットしてる人はね、まあ工夫したらね、全然甘いものも食べれるので、パルコシティっていうショッピングモールに行くんですけど、そこでね、歩いて、なるべく歩いて有酸素的な感じでショッピングを楽しみたいと思います。だいたい1時間半ぐらい買い物してて、で、買ったものがエアホースなんですけど、今回は夏ということで、見えるかな、このカラー買いました。自分スニーカーあんま詳しくないんで、もうショッピングモールにあるやつを買ってるんですけど、いつもなんかエアホース白のやつ買ってるんですけど、まあ今回はまあ夏が来るということで水色にしてみました。可愛いですよね。これぐらいの水色だったら何でも合わせきれそうなので、お試しで買いました。白 T 買おうと思ったんだけど、結構俺白 T にも結構こだわってて、この結構ね、サイズ感とかが大事になってくるから、白 T でもね、もう本当に無地だから、もう白 T っていうシンプルなやつだから、結構サイズ感が大事で、まあいろいろね、 H&M もユニクロも結構いろんなザラとかも行ってみたんですけど、なかなかいいのがないので保留にしたいと思います。鮭おにぎりとタンパク質が取れるチキン&エッグですね。いつものガリガリ君のね、チョコ味が出てたんで、サイダーですね。まず喉乾いてからいただきます。あ、うまっ。うん、うまっ。とりあえず時間も限られてるので、向かいながら食べたいと思います。
れは塚健さんですね。あれ、おっと探しております。おっと、あれ探しておりますね。塚健さんが探しております。あ、もしもーし。今あれですか、ホテルの前にいますか。あ、います。あ、いや、ちょっと目の前にいます。目の前にいます。はい、今日は何撮りしてきたんですか。今日は僕仙台でやってきたんですよ。仙台で肩取りやってきました。一番持ってる体。いいホテル住んでるじゃないですか。住んでる1ヶ月ぐらいいるんですよね。いやいや、今回短いですよ。3日だけ。ちょっとマジ今年頑張るんで、スポルテック優勝してください。はい、頑張ります。合格。あ、でも絞れてきたんじゃないですか、ほら。そうですね。次はスポルテックでしょ。そうっす、8月4日なんですよ。で、それ減量してるんですね。そうなんですよ。あと3ヶ月後ぐらいか。ちょうど今日で90日です、残り。じゃあ頑張ってください。はい、ちょっと優勝してヨーロッパ行けるんですよ。マジでスペイン。そうっす、ヨーロッパ、スペイン。はい、スペインです。マジで行きましょう。スペインのクラブ行きたということで。ということで5月また塚健さん20何日かに来るんですよね、はい。その時にゴートリよろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと1週間名古屋宿なんで、はい、お願いします。じゃあ最後に視聴者の皆さんに一言あればお願いします。はい、本当に彼女